プロボーラーのスターです。今日はですね、超最新ボールシュアドミネーションで外から1ゲーム投げてみたいなと思います。前回の動画でね、なんとこのシュアドミネーションで中から投げたら288点出たんですよね。もうちょっとでね、300点のチャンスだったんですけども、僕の失態でね、出なかったんですよね。で、その動画の中でも言ったんですけど、このボールはね、非常に万人受けすると思うんですよ。ですので、まあ、外側から投げても非常にいい動きをしてくれると思います。ですので今日は外から投げてね、まあ、外投げのスタイルの方もいらっしゃるでしょうから、まあそういうね、外投げのスタイルの方が投げると、まあ、どういう風な感じになるのかというのをね、皆さんに見ていただきたいなと思いますので、ぜひですね、参考にしていただきたいなと思います。それでは外から1ゲーム早速投げています。ぜひご覧ください。どうぞ。はい、それではですね、このシュアドミネーションで外からね、1ゲーム投げていきたいなと思います。絶対このボールね、扱いやすいですからね、外からいけると思うんですよね。で、もう練習ドール球でもね、もう軽く外からね、投げてみたんですけど、本当にね、非常にポケットにやっぱり合わせやすかったです。中から投げても外から投げても非常にね、汎用性のあるボールだと思いますんでね、まあ、今日はいいところをお見せしたいなと思います。しゃあ頑張ろう。でんでん、あ、違う、どんなリズムでしたっけ、忘れてしまいました。どう、あー、もうね、リズム忘れてしまいました。ターミネーターのやつ。全然って何やったっけね。アーノルド・シュワ・ソトネーションって今日書いてるんですけどもね。はい。しまったな。リズムどんなんやったっけ。たまになんかないっすか、こういうのね。なんか、何やったかな。でんでん、ででんでんちゃうわ。何やったっけ。こんなことある。リズム完全忘れてしまった。よしよし。いくよ。まあストライクでしたから、はい、まあ、そんなことをもう忘れてストライク出します。どう、はい、オッケーね。音楽のリズム感がなくても、はい、ストライクは出ますよ。非常にいい感じですね。やっぱりね、この合わせやすさ、ピン飛びの良さ、抜群じゃないですか。TTT を覚えてるんですけどね。あれ、なんやろ、なんかの音楽聞いて忘れてしまったから、あれおかしいな。まあ、忘れた方が A スコア出るかもわかんないですけどね。前回それでね、ダメやったんで、はい、いきますよ。あ、うちにこぼれた、うちでこぼれたけど、よし、バッター、うっ、いきなりターキー来ましたよ。前回のスコアを超えようと思ったら、もう11投目までいかなあかんのですもんね。で、こう、やっぱりね、外から行くときに、こう、奥でこう曲がりすぎたりとかすると、やっぱ難しくないですか、そういうふうでね。でも、まあ、そういうのがないんですよ。本当に、穏やかにこうポケットに入ってくれるような感じがするので、非常に合わせやすい。はい。今のもね、ちょっと内でこぼれて、まあ、連行2勝に助けられてるのももちろんあるんですけど、あそこで内にカーンって曲がられるとちょっとしんどいんですけど、そういうのもないですしね。これは外目のラインを投げてもいいですよ、非常に。よっしゃ、行くぞ。はい、余計なこと忘れて頑張ります。どう、引っ掛けすぎた。おお、危ね。見ました、今の厚めのストライク、4番ピンのあの飛びですよ。やばい。なんやろな、あの、本当ターミネーターの音楽忘れてしまったな。あれ、なんでこんなにリズムが急に抜けたの。でんでんって、これ全然違いますよね。これオリエンタルラジオじゃないの。あれ、それが頭から離れへんくなってしまった。おかしい。まあまあ、もう忘れます、本当に。はい、そういうのが集中できるかも。しゃあ頑張ろう。ちょっと厚めやったから、ちょっとだけ中入ろうかな。はい、1枚目。あ、いいんじゃない、天品。おー、よかった。よっしゃ、来た。これ外からでも火でしょ、このボールね、マジで。アーノルド・シュワ・ドミネーションですよ。あ、シュワ・ソトネーションだ、今日グダグダですね。相変わらずのグダグダ感、やばい。はい、いや、でも本当に合わせやすい、ピンもよく飛ぶしね。さっきの厚めの4番のところもでかかったな。こう入りすぎないっていうのがいいね、本当に扱いやすい、その辺がいいんですよ。よし、今ちょっと内側のオイルに乗ってもね、やっぱり
カバーの強さなのか負けなかったですもんね、内側のオイルにね。しゃあ6個目、おっしゃ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 、6個目きた、いい感じいい感じ、よし、前回のスコア抜こうと思ったらあと3つと5つをねなんとか超えなきゃいけないんですよ。いいボールやなこれ、扱いやすい、本当に本当に扱いやすい、アーノルド・シュワ・ソトネーション、はい、覚えてくださいね皆さん、本当の名前はシュワ・ドミネーションですよし行くぞ、はい、しゃあ頑張る、8枚目、あーちょっと打ちこぼれたけど大丈夫、いやー、あーちょっと打ちこぼれたけど大丈夫、いやー、あーちょっと打ちこぼれたけど大丈夫、いやー、たた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 、頑張るとか言ったからですよ、頑張るとか言ったから、やっちまったやっちまった、また来たよこれ、もうここでこれ来る、いや頑張るとか言ってしまったから今のは、これはもうちょっと失敗、残念、無念、ショック、よっしゃ、まあ取りに行こう、これね取れないかな本当にこれね、はい当たりもしません、また当たりもしなかった、あーもうまたかよ、またかよっていうかね、いつもこう頑張るとか言ったらあかんのですよ、いつももう言ったらあかん、音楽のことは忘れるし、何でしたっけ本当に、てってってってん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 、もう武勇伝じゃないですかこれね、僕に武勇伝なんかいっぱいありますよ、あるんかい、しゃあいいでしょう、ああ止まりやした、ああまた余計なこと考えてるからですよ、いやーなんかちょっと悔しいなこれね、マジでこれは悔しい、ショックやね、ショックショックやけど、まあまあしょうがないねこれはね、こればっかりは僕の腕ですよ、ボールはめっちゃいいからね、じゃあスペアも OK、よっしゃ、いいんじゃない、いやーさっきのショックやね、ちょっとうちにむしすぎた、うちにねミスりすぎたんですよね、スピードが出てしまいましたね、はい、まあでもねこれ6発来てますよ、でまあセブンテンはちょっとねあれはいただけないですね、僕の投球のミスですね、あれがストライクになってしまったらもうねそれはパーフェクト簡単に出てしまいますもんね、残念、まあしょうがない、はい、武勇伝武勇伝、てて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 、もう全然意味がわからなくなってきた、ターミネーターどんな音楽やったかな、おっしゃおっしゃ、オッケー、強い強い強い、真の覇者ですよ、真の覇者、オッケー、いやいろんな武勇伝ありますけどね、ね同志社大学のボーリング部にいた時ね、なんかみんな部員がね頑張って掃除してくれてるんで、僕ねハンバーガー単品30個ね部員に持って行ったんですよ、これ喜んでくれるやろうと思ってね、ならね25個ぐらい余ったんですよ、はいおしまい、よっしゃ行きます、 8.5枚目、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない、あー来た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 、 OK、よし250までいけそうですね、まあ、十分じゃないですか、でもね、はい、すごくいい感じですよやっぱりね、はい、奥での本当に入りすぎない感じね、で内側のオイルを触ってしまっても負けない、なのでピンアクションが出る、はい、これはねもうどのラインでいこうか悩むね、逆にねどんなタイプのボーラーにも合いそうやもんね、しゃあ8.5 枚いくよ、 8.5 枚、あーやりすぎた、あー来た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 、
よかったよかった、はい、よかったです。いやーこれ300いけたな、マジでめっちゃ悔しいですね。まあ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 、それでもいいスコア出てるんじゃないですか。本当に音楽忘れたな。もう逆なんかもう解説してないですよね、ボーリングのボールの本当にね、はい。まあ、イメージ的にはね、本当にあの8枚目とか9枚目ぐらいのところをまっすぐ投げるイメージで投げてるんですよ。でボールをこう奥で切らすんじゃなくて、まあ、外側まっすぐ投げてるので、どっちかというとこうフッキングポイントは手前をイメージしてますね。で、そういう時にね、何でしょう、2回ぐらいグガンと思いっきり来られるようなボールだとやっぱりちょっとしんどい部分はあるんですけど、やっぱりこう2回はまあもちろん非対称なのでそういう感じはあるんですけど、激しすぎないので、ポケットに非常に合わせやすいですね。でもやっぱその激しさがね、ピンアクションを生むこともやっぱり当然あるんですけど、なんかね、そんなんがなくてもピン飛びますね本当にね、はい、非常に扱いやすくて素晴らしいボールだと思います。まあ、色目もねすごくこう単色なので、単色気味です、単色ではないですけど単色気味なので、こうなんかストローカーにね向いてるような感じしますよね、本当にね、はい、僕も大好きです。はい、じゃあ 8.5 枚目いきます。あこれはやりすぎ、あこれはやりすぎやね、いくらなんでもね、はい、失敗しました。まあ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 しょうがないですね、はい。最後スピード28キロって全然違うライン投げて超絶内田さんですね、はい。まあスコアね253点出ましたね。いやーやっぱりね、僕の思った通り、まあ、中から投げても外から投げても非常にやっぱり動きの読みやすいボールでしたね。もうこのボールに関しては本当に非常にいいんではないでしょうか。皆さん素晴らしいボールですよ。これこそ本当に真の覇者っていう感じですね。なのですごくこうやっぱり汎用性がある感じがするので、やっぱりね、あのトーナメントとか行くとやっぱりプロボーラーはね会場に6個しか持っていけなかったりしますんで、あのこういうね扱いやすいボールがね、1個カバンの中に入っているともうめちゃめちゃ嬉しいですよね。まあ、どんな大会にもやっぱり持っていきたいなっていう感じがあります。はい、で、まあ、あの中から投げても非常にあの強さを感じます。もちろんねこう何でしょう、あの、まあ、コードエクストリームみたいなねこう抜群なキレとか、まあ、そういう風な感じは僕はしないんですけども、すごいこうポケットに収めやすいし、でなおかつ強さがやっぱりあるので、これカバーの良さでしょうね。ピンもしっかり飛んでくれるんですよね。で外目から投げても変な、ね、曲がりをしないので非常にこう扱いやすい、まあ、感じですね。イメージがとにかくしやすいので、まあ、本当にね、外目投げられる皆さんもねぜひね使っていただきたいボールの一つですね。はい、ぜひねこのシュワドミネーション皆さんご検討いただけたらなと思います。はい、それでは今回、これで終わりたいと思いますけども、すいません途中音楽忘れてしまいまして、僕の武勇伝1個話しましたけどね、まあ、今後何か思い浮かんだらまた話していきたいなと思いますそんな興味ないかな。はい、それではね今回も内容が良ければ高評価お願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ。